メンツはありまなんちゃ、うん e、には内田、内田もメンツなし、急走からです、シャーチャには菅原、今最も注目を集める女流プロです、メンツなし、ペイチャの篠原、こちらもメンツが第1相撲で完成しました。白鳥さん、はい、篠原が第1相撲で1メンツできましたが、はい、全員メンツなしと、ね、あまり良くないと言えますかそうですね全員多分、うん、あの 立ち上がり悪いなと思ってスタートしてるとは思うんですけど今、始まる前にこっちの画面からだけ確認できたんですけど全員の表情ねあのカメラがあるんで見えたんですけどまあ内田さんがとりあえずとんでもないオーラを放ってたんですよねでそれをい面の篠原さんがめっちゃ見てましたね簡単にはやられないぞ私,の私はという篠原の気合を打ち返すような表情でしたか。 さあそして梶本さん、はいえー、この最強戦予選は上位2名が決勝戦に勝ち上がりとなります、このあたりを踏まえたご視聴者のみ、えー、皆さんの見どころ、まず誰が先行するか、先行した時のリードはどれぐらいかによって、だいぶ打ち方変わってくると思いますし、はい、やっぱ4万点超えてくるとかなり、ねええ、あの受け気味になりますので、んまあそれが一番あの安定して勝ちやすい方法だと思うんで。はい まあもうちょっと攻めろよって思われるかもしれないですけど、ええ、まあそれはあの当然の戦略なんで, 2>,、はいはい、で2番手です、ね、2番手の人が一番立ち回り難しいと思うんでうんまあどこで押してどこで引くかをまあ見ていただければと思いいますはい、なんかみんな徐々に進んできて、うん、いやあのね相撲がねあのハイパイこそ篠原が大相撲で一メンツでしたけどみんな相撲がね結構効いてるんですよね。いいねここもに差し見える、はい そして篠原、これ非常にこの衣装もね、華やかな衣装ですよね。似合ってますしね。似合ってますね。ね近代麻雀の読者アンケート1位。まあ、このね、支持率に何とか答えなくてはなりません。さあ、杉浦も、これでいいシャンテン、白ンテンの形、一枚目の白は泣いていません。はい、あ、これは。感銘いっぱい発ですね。篠田、うん、さんってなんか広げて。 とにかく参加率高そうな、ね、イメージだったん、ね、そうですよね、うんうん、さっきねこれ篠原さんがこれ止まってたんですよ、うん、初で、はいうん、ちょっと一瞬9万切りも考えてたのかなと思ってなんかこのまま手を進めててもどうせリーのみになっちゃいそうなんで要はこの天波を受け入れるかどうかってことですよね あ、えっと、今、うん、今は転廃してなかった。んですけど、うん、失礼しました。あの、タイヤをつけにね、九万を打ったんですけど、うん、その前からね。はい。初、安牌一枚抱えて、イーシャンテンからリアンシャンテンに崩してもいいかなっていうようなね。うん、ズバッときたね。これは。ドラがローマンですからね。日差しはちょっとじゃあ難しいですか。<ー>数万来てでて、うん、おーイーシャンテンの取り方いろいろありましたが。形にこだわる。 というか最終形にこだわるんであればね、2品、はい、数品、えっと、の方なんですけど、天杯 <A> まで一番広いのは数万ですよね。<ー>うん、ただ、具形が残る可能性も十分あるよということで、そうですね、ただね、うん、やっぱメリットとしては、ドラ重なった時に、換算品の即位値に行けるっていうところじゃないですか。はい、はい、さあ、内田、2万積もって手が止まる。換2品を残してしまうと、リーのミになってしまうかもしれないから。はい まあ、ちょっと考えたんでしょうね、2ピン、3ピン外したりとか、うん、嘘切りとかも多分考えたのかな。さあ、そしてこちら、篠原も単野尾含みのいいシャンテン。誰が最初の天ンにたどり着くか、<っ>わあ、こちらもいいシャンテンだ、これ、全員がいいシャンテンですね。 これ、うそすおぎり考えてますかちょっとあ,<ー>あのー、さっきにチーマはなぜ残したんですかこれドラ引きですよね、お,<ー>おそらくドラ引いた時にリーチのみからピンフドライチになるっていうのはかなり大きな変化ですからねあ、天敗ですよきた関数ピン2スーピンと2ピンはどちらも一枚ずつ打たれています基本単タに取る関数ピン、ね、リーチはどうですかリーチあるんじゃないですか,ありますかカジマスさんどうですかこれ ちょっとね、ローピン引いてそこでのリーチまで待ちたいんですけど、関数ピンに受けてね闇点でどうでしょうね。なんかあれですよね、チーピン引きの6球ピンとかも一応、ねここは関数ピンの闇点、単要の展開です、篠原。実はローピン引きだけじゃなくてチーピン引き、例えばウーピン引きで3ピン、スーピン待ち、パーピン引きで3ピン、スーピン待ちと打点は上がらないけど、待ちがちょっとよくなるという変化もね、あるんで。 これで選べるとかね、関数ピンよりはるかに、はい、例えばウーピン切っての3ピン、パーピンの方が待ちよくなってそうですよね、はい。なるほど、ここでリーチはあり,ありますね、あると思います赤が入ってないルールです。さあ、篠原、全順関数ピン、テンからもう,しもう一度、えのチャンス親の、ね、杉浦さんの3巡目の9ピンと、はい、菅原さんの5打目のチーピンで、2>, はい、2人がパーピンちょっと持ってなさそうとか思うと、ーリーチも全然あるかなと思います。 今、一瞬、ウーピンに手が伸びかけて戻るうん、うんうん、ここはかなり時間をかけましたウーピンを切ってのリーチ3ピンパーピンのシャンポン待ちこれ、相手にはどういうふうに見えるものんんか,、ね、かなり時間を使いましたよね、うん、何か不安街に例えば不安があるのかなとかそういった印象になるかもしれませんよあとは待ちの取り方がいいあイーあー来たーこれ理想か さあ、菅原の追っかけにいピン三ンはテンですね、確かにそうですね、3ピン、パーピン対三ローピン、天敗ですよ、ただ3層がどちらにも通ってない、パー走が篠原には通っている、白が1枚切れ、いや、打点で打つなら3切りリリいやー、天敗取るなら3層切てる位置いきたいですね、強くいった、強くいった、強くいった。 これ1枚ありますねこれ内田さんテンパってどうすんだろういきなりこれこれはこれ引いたぞ2万打てるか2万打っていくこれ反撃あるね4人リーチもあるぞいきなりの殴り合いじゃんはいまさに殴り合いまさに杉浦もね買いましたからねこの点いやまだある内田テンパいしろすごいの引いてくる サンピンうわ、ん、い、うん、いや、強い、うん、リーチツもピンフドラ12004戦これえだってこれマンズ払ってたら上がりないあごめんなさいピンズ払ってたら難しいかも<え>